私の名前は辛坊妙子。今日は先輩の桜庭さんと同僚のあさみちゃんとランチを食べているのですが、ドキドキ。昨日、実は私桜庭先輩が好きなの。え、だからさ、明日3人でランチ行ってくれない？お願い、いい感じでフォローして。いい感じでフォロー、いい感じでフォローできるの？私、桜庭先輩はどういう女性が好きなんですか？え、俺？あさみちゃん早速動き出した。実は俺、付き合う女性には条件が4つあるんだよね。一つ目は何ですか？一つ目は清潔感がある人。部屋とか身の回りが綺麗な人って素敵でしょ？確かにそうですよね。そういえばあさみちゃんの家綺麗だったな。それ言おうかな。でもちょっとわざとらしいかな。チラチラ。あ、了解です。そういえばあさみちゃんの家って綺麗。妙子ちゃんは清潔感あると思うな。デスクとか身の回りすごい綺麗だし。いや、そんな。やばい、清潔じゃないです。またまた謙遜しちゃって。いや、本当に私結構不潔っていうか、なんていうか、顔とかも洗いませんし。いやいや、洗うでしょう。洗うとしてもすごい汚い水ですけどね。汚い水？何それ。ウォシュレットです。ウォシュレットで顔洗ってます。いや、やめた方がいいよ。そうですよね。うわ、変なこと言っちゃった。でも一応私の株は下がったよね。二つ目は何ですか？二つ目は温厚な人。へえ。妙子ちゃんは温厚そうだよね。え、切れたりするイメージないもん。いや、めっちゃ切れますよ、私。嘘、意外だな。誰にそんなに切れるの？誰っていうか、もう誰にでも切れますよ。小学生とかでも。小学生に？なんで？小学生に切れるのに理由なんていります？いや、いるでしょ。また変なこと言っちゃった。ですよね。やめた方がいいよ、意味なく切れるのは。三つ目は何ですか？三つ目は友達思いな人かな。ああ、だったら私は全然違いますね。友達のことを暴力で支配するタイプなので。暴力で支配？あ、でもあさみちゃんは超友達思いだよね。ね。まあね。妙子ちゃんのイメージなんか変わったな。じゃあ私と妙ちゃんならどっちが好みですか？え？え？ああ、二人とも素敵だと思うけど、どっちかっていうと妙子ちゃんかな。もういい、妙ちゃんのバカ最低。待って、あさみちゃん。何よ、どうせ私なんか魅力ゼロのダメ女よ。そんなことないよ。あさみちゃんは優しいし、表裏がないし、いつも自分の気持ちにまっすぐだし、いいところを挙げ出したらキリがないよ。だから元気出して。あさみちゃんのためにここまで励ますなんて、やっぱり妙子ちゃんは友達思いだな。友達思い？やばい、せい。やりすぎた、ごめんね。もういい、どうせ私なんてメンヘラだし、性格悪いし。そりゃ先輩も私じゃなくて妙ちゃんのこと好きになるよ。え、俺妙子ちゃんのこと好きじゃないよ。そもそも俺巨乳にしか興味ないし、4つ目の条件絶対巨乳だし、だから2人とも論外なんだけど。え、ごめん、俺先に会社戻るわ。なんかバカバカしくなっちゃった。なんであんな男のために頑張ってたんだろう。妙ちゃん、いろいろとありがとう。うん、全然気にしないで。本当に気にしなくていいの？え、だったらもう一人好きな人いるんだけど、また一緒にランチ行ってくれない？それがダメでも他に5人くらい好きな人いるから。いい？もちろん。公開した漫画は妙子の1冊目のコミックに収録されている恋のキューピッドでした。全3冊出てるので、よかったら買ってみてね。もし可能であればチャンネル登録、高評価を。いや、やっぱなんでもないです。